大丈夫です。ちょっとずつね、良くなりますからね。さて今回は、不安な人ほどね、そのリラックスした状態の再現性っていうのをね、高めていこうという、そういうお話をしていこうかなと思います。鬱っぽかったりとか、その不安でこういつもねメンタル的に不安定だなって、思ってしまう方、感じてしまう方って、結構自分のリラックスしている状態って、分からないというかね、知らないことが多いんじゃないかなと思います。でこれはみんなそうなんですけど、自分の状態を自分で再度ね見よう見ようとしないと、自分がリラックスしているのか、今自分がリラックスしているのか、今自分がイライラしているのかっていうことを、なかなかこう客観的に何でしょうね、理解することっていうのは難しかったりするんです。逆を言えば、今自分の状態、まあこうね、こう森の中にいますけれど、こう風で木々が揺らぐ、その音が良かったり、ああこうなんかいいなと思った時に、あ、今自分はなんかいいなと感じてるんだなっていうことに改めてね、自分に問いかけをすると、その状態っていうのがどん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 分かっていくようになります。でこの状態が、分かってくるようになると、自分のその日常生活を生きていて、自分がイライラしたりとか不安になっている状態から、ちょっとずつね、よし気持ちを切り替えようと思って、ちょっとずつリラックスする方向へと、切り替えていけるっていうことが考えられますよね。そういうふうに意図的に自分で自分自身をリラックスさせてあげるためにも、意図的に自分で自分の気持ちを観察するっていうことをね、ちょっとずつでいいから始めてみてほしいなと思います。逆を言えばね、今のストレス社会ってよく言われるんですけどね、最近のこの世界的にね、そのストレス社会にいると、ストレスが多い世の中でいると、自分のストレス状態がずっとある状態、ずっと自分でストレスを感じている状態になってしまうとね、今自分がストレスを感じているんだということに気づきづらかったりするんですよ。これがまたちょっと面白いところではあるんですけども、理由はシンプルで、そのお風呂に使ってたりとか、ずっとお風呂に使っていると、やっぱりこう温度的な感覚っていうのが自分の中で狂ってくるというか、それが当たり前になっちゃうからね。そう、当たり前になって、例えばお風呂に、寒い日にお風呂に入りました、ドボンとね、ドボンと入ったらどうなるかというと、暑いんです、暑っ最初になっちゃう。でも、それに使っていくうちに、徐々にあったかいな、あ気持ちいいなとなってくるわけです。でそれをずっと続けていくと、その気持ちっていうのが落ち着いてきて、ずっとそのなんかポカポカしてるなという感覚になりますよね。で一方、そこから外に出ると、あやっぱ寒いって、なるんです。そういうような変化によって、人間っていうのは今の状態っていうのを感じることができるっていうことは考えられるんですけれども、なかなかねこれを意図的にやっていかないと、ストレスを感じ続けていると、それが当たり前になってしまって、なかなかこう、なんて言えばいいかな、さっきのずっとぬるま湯に使っているような感覚と同じで、ずっとストレスを受けても、それをあまりこう特別なこととして認知しなくなってしまうということも考えられるんです。でそれが慢性的に続くと、体の炎症や、脳にも炎症がいったりだとか、でそれらが、悪さをして、うつ病になってしまったり、さまざまな、障害につながったりということが十分にね、考えられますと。なので意図的に一日の中にリラックスする、自分はこの時間帯絶対にリラックスするんだっていうのを決め打ちして、でその時にリラックスする。でリラックスする時に、自分がリラックスしてるんだなっていうことを自分でちょっと探ってみてください。そのきっかけはお風呂でもいいですし、お風呂に入った瞬間ね、ちょっと体の力が抜けたとか、散歩する瞬間でもいいです。こういう自然の中で散歩しているとやっぱりなんかいいなと思ったり、こういうちょっと木漏れ日みたいなのがあると、あいいなと感じたりということが、ね、あると思います。このあいいなとか、あ気持ちいいなとか、あ癒されるなと感じた時に、あ今自分は、リラックスしてるんだなとか、あ今自分は心地いいと感じてるんだなとか、っていうことに気づいて、それを、ちょっとずつね、自分の体のその時自分はいつどこで何をしていたのかっていうことを紙にメモするようにしていくと、ちょっとずつ、再現できるようになってくる。自分のリラックスっていうものをちょっとずつでいいから再現できるようになっていくと思います。やっぱりね、
これを習慣化していくっていうのはちょっと変な感じになっちゃうかもしれないんだけれども、おすすめの方法なのでね、ぜひぜひ、自分がリラックスする時間を作って、自分がリラックスしているんだなっていう感覚を自分自身で再度、思い出してというかね、観察してみて、そしてそれをどんどんとね、再現性高く日常生活の中に取り入れていってもらえたらなと思います。すごい風で揺れてます。はいはい。でその、リラックスする方法っていうのもそうなんですけど、呼吸法ね、呼吸法本当にいつでも、どこでも、誰にでも使える方法なので、ぜひね、試してみて、そして続けていってもらえたらなと思いますけどね。はい。そうやって自分を癒してあげる、自分をリラックスさせてあげられる技術とか環境とか、そういったものをどん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 自分で作り出してあげてくださいね。うん。でないとね、自分がリラックスできる状態ってやっぱり自分にしかわからないんです、なのでそれを自分で観察してあげないと、なかなかこう再現しづらいというか、すごい例えばな話になっちゃうけど、犬派猫派って分かれるじゃないですか。どっちも動物好きっていう人もいるだろうけれど、その中でも犬と猫どっちの方が好きとか、はたまたこう、ハムスターの方がいいとか、鳥さんの方がいいとか、まあいろいろちょっとずつあるわけですけれど、その部分、その微妙なニュアンスっていうのはやっぱり自分にしか、分かりづらい感覚だと思うので、このリラックスっていうのも、心地いいっていう感覚も自分でね、いろいろと試してみてほしいなと思っております。さてちょっとね、もう一度振り返って話してみると、まずリラックスの再現性を高めようね。そのために、意図的なリラックス時間を作ろう、一日の中にね。でそれを、いつどこでどんな風に行うのかっていうことを一度紙のように書き出してみようと。でリラックスしている感覚を、自分で再度自分で観察して自分で観察して、それをどんどんとどういった状態なのかっていうことを知って再現性を高めていこうっていうお話でした。やっぱりこのリラックスっていう感覚は人それぞれ違うので、どんなことでもいいです。歩くこと、それこそ寝ることでもいいだろうし、ストレッチね、ぐーっと体を伸ばすことで、呼吸でもいいです。温泉でもいいです。走ってもいいです。映画見てもいいです。何でもいいです。なるべく自分の体を使うことをお勧めしますが、それ自体は別に何だってもいいです。こうやって森へ行ってもいいし、バッとね海へ行ってもいいです。はい、こういう自分なりの、方法でいいので、ちょっとずつでいいから自分がリラックスできるってどういう状態なんだろうかっていうことを自分で、分析してみてくださいね。はい、そういう、今回は不安な人とか、そういった人ほど、どんどんと自分のリラックスを再現していこうという、そういったお話でした。本当にその、なんだろうな、あえて今こういったことを動画にしているよりも理由があって、意図的に自分でやろうと思わないと、そういうことって、なんでしょう、なかなか難しい。自分のことだからこそ、自分の、気持ちだからこそ、普段当たり前のようにやっていることだからこそ、自分で観察しようと思わないと観察できないんです、まあ例えばね、こう木があります。ここに木があります。はい、この木のディテール、要するに詳細、どんな風に木っていうのはどんな風に生えているのか、どんな風に、ね、葉っぱが生えているのか、どんな色をしているのかっていうことを見ようとしないと、今ね、はい、さっきの木を描いてくださいって言っても描けないわけです。つまりシンプルで、自分で観察してないし覚えようとしてないから、どんな木だったっけなっていう風になってしまうのと同じ。海も同じですよ。海といっても、じゃあ海ってどんな色なのとか、どういうところにあるのは違いますね波ってどういうふうにうねってるのとか、そこにいる鳥とかっていうのはどういうものがいるのっていうのを自分の目で見て、見ようとしないとなかなかこう、なんとなくはわかるけど、詳細はわからないというのと同じね。それが、身近なところにあればあるほどわかりづらくなっていきます。
まあ、他にも、まあ、家族の写あの絵を今描いてみてくださいって言われても難しいと思いますよ、うん、当たり前のように見てるんだけど、お父さんお母さんとか、弟さんとかね、彼氏彼女わからないけど、当たり前のように見ているからこそ、じゃあ描いていざ絵にしてみてくださいって言われると、ん？ってなってしまう。これが人間の、脳の面白いところで、一度認識したものっていうのはなかなかこう、なんでしょうね、毎日毎日見てるようだけど実は見てなかったりするんです、うん、なんとなくこうだよねっていうその過去の記憶を、元に今の世の中を見てたりするから、人間って面白いもので、なので意図的に見ようとしてみてください。そして、自分が成長するためには意図的な調整っていうのもね、重要になったりもします。意図的な調整、それは、瞑想とかだと分かりやすいんですけど、呼吸瞑想とかね、こう瞑想っていうとなんか変な感じする方もいらっしゃるので、まあ、改めてね話すと、まあ、要するに自分を観察する技術だったりするわけです、目を閉じてずっと自分の、気持ちや体を観察してみましょうっていうのが、大抵の瞑想だと思うんですけれども、その時に気持ち、要するに頭にポッと何か浮かんでくるわけですよ。あ、今日あの晩ご飯何食べようかなとか、ああいう失敗したなとか、こういう失敗したなとか、この先不安だなとか、こんなことには何かこう意味があるのかなとか、いろいろこう頭の中に浮かんでは消え、浮かんでは消えしていくんです。で、そういうものをあえて自分で目を閉じて、自分の頭に何が出てくるかなっていうことを観察するっていうのが瞑想だったりするんですけども、その時にこの意図的な調整、意図的な修正とかっていうのが結構効果を発揮して、頭の中に出てくる、例えばの話ね、頭の中に出てくる嫌なイメージっていうものが出てきました。瞑想してる時にね、呼吸にこう注意を向けてるんだけども、何か頭に浮かびました。そしたら頭に浮かんだことに気づいて、ね、何か浮かんだことに気づいて、また体に注意を戻す、呼吸に注意を戻す、これを意図的な練習って考えるんだけども、頭に何か浮かんだ、注意を戻す、頭に何か浮かんだ、また注意を戻す、これを繰り返し繰り返し行っていくと、頭に何か浮かんでも注意を戻すことが得意になっていくっていうことが、十二分に考えられるんですよね。で、そうやってちょっとずつ脳のトレーニングをしていくと、頭に浮かぶことに対して飲み込まれづらくなっていく。理由はシンプルで、頭に浮かんだことから自分の注意の視点を自分の体に向けるっていうことを練習しているからです。噛みましたね。っていうふうに、その意図的な調あのコントロール、修正っていうのをどんどん、日常生活の中に入れていけると、意図的な修正が上手になってきて、それが成長と呼べるものになってくると思います。逆を言えばちょっと悲しい話にはなる、ちょっと、って思ってしまう話になるんだけれども、練習していかないと上達しないんです。今ね、当たり前っぽいことを言いましたが、やっぱり練習していかないと何事も上達しませんと。なので、ちょっとずつでいいから、練習する必要があります。さっき話した、意図的なリラックスをの時間を設けよう。そして、それを、その時に自分の体がリラックスしていることを観察しようとか、そういったことも自分で時間を作らないとリラックスすることは難しいと。で、意図的にリラックスしているときに、ああ、今自分ってリラックスしてるんだなっていうことに気を向けようとしないと、時間を作っただけで終わってしまうと。っていうことね。瞑想もそうですし、呼吸法もそうですし、もちろん筋トレ、運動ね、スクワットもそう。やっぱりやればやるほど筋肉はつくだろうし、上達していきますと。逆を言えば、やらなければ成長できませんよと。そういうことになっちゃうんだけどね。なっちゃうはなっちゃうけど、なのでね、ちょっとずつでいいから、ちょっとずつ挑戦して、ちょっとずつね、成長していってほしいと思います。その成長の途中とか、成長しているときに自分の、こういうとこ自分にとって嫌だなって思ってたところが、乗り越えられたりとか、トラウマを乗り越えられたりとかね、そういったことにつながっていくかなと思います。綺麗な鳴き声です ね。で、この時ですよ、あ、気づいて、その時に、ね、なんか今いいなと思った
ていうことを自分で理解して、あ、自分っていうのは鳥の鳴き声みたいなものを聞くとやっぱり癒されるんだっていうことに気づいてほしいです、うん、そういう時にやっぱちょっと筋肉が緩んだりとか、ちょっとこう笑顔になったりとか、ちょっと体の何でしょうね、こわばりが減ったとか、いろんなことがねあると思うんですけども、今もこう景色変わりましたね、空が映りました。で、空が映った瞬間に、あ、なんか青くていいなとか、なんか綺麗だなとか思ったら、その時に、あ、今自分って、うん、やっぱ海好きなんだなとか、空好きなんだな、あ、いいなと思ってるなっていうことに気づいて、それをちょっとずつちょっとずつ再現して、どん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 ね元気になっていってもらえたらなと思います。うん、まあ継続のコツはね、完璧を求めないってことですよ。完璧を求めない。今もこの動画撮ってますけど、動画を撮ってる最中に、ブレてしまったりとか、言い間違えてしまったりとか、いろんなことがありますね。で、実は後々見たらよく撮れてなかったりとか、いうことが考えられるんだけれども、それはやったことによって、あ、こういうことって、うまくいかないこともあるんだなとか、こういうとこって、もうちょっと改善点があるんだなとかっていうことがこう分かるのと同じで、ちょっとずつでいいから、そうやって完璧を求めずに、ただただ淡々と、何かに取り組んでみる、そしてちょっとずつ失敗を繰り返しながら成長していく、成長失敗、成長失敗、成功失敗、成功失敗かっていうことをね、ゲーム化して楽しんでいけたら、どこまでもね、成長できるかなと思います。で、不安な人ね、不安とかストレスでこう疲れちゃってる人もそうなんだけど、常に今の自分の状態が平常だと思わずに、ストレスが、軽減された自分は、実はもうちょっといろんなことができたりとか、もうちょっといろんなことが考えられたりとかする可能性もあるっていうことをね、頭の中に入れておいてもらえたら、もうちょっとなんか自分の強みは発見できたりとかするかもしれませんね、という感じで、今回はちょっと長くなりましたが、自分の、不安な人ほど、リラックスっていうものの再現性を高めていこうっていう、そういうお話でした。最後ね、お別れする前に3回だけ深呼吸してお別れしようかなと思います。ちょっとずつこういった習慣から始めてみてください。いきますよ。鼻から息を吸って、口からゆっくり長く息を吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く吐きます。はい、今の呼吸でちょっとリラックスできたと思うので、リラックスできたなと思ったら、呼吸でリラックスできたっていうことを理解して、それを継続していって、再現性高く、何度も何度も積み上げてみてください、ね、ちょっとずつ、そしたらどこでも持ってきますからね、呼吸っていうのは。そしたら、自分のやりたいことに取り組めるかもしれないし、行きたいところに行けるかもしれません。食べたいものを食べに行けるかもしれません、ね、そうやってちょっとずつちょっとずつ自分の成長を、楽しんでいってもらえたらなと思います。ではまたこの場所でお会いしましょう。またね、またね、ちょっとずつ、元気になると思います。大丈夫です。再現してみてね。